空港に着陸いたしました。引き続きシートベルトをお締めいただき、シートベルト着用サインが消えますまでは座席にお座りのままお待ちください。これより先は全ての電子機器をご使用いただけます。携帯電話などはマナーモードに設定の上通話はお使いください。座席入れの物入れを開ける際、手荷物が滑り出ることがございます。十分にお気をつけください。またよく似た手荷物の取り間違いにもご注意ください。引き続きスカイマーク405便で長崎空港に乗り継ぎのあるお客様は、すべての手荷物をお持ちの上、搭乗券右下に神戸発と記載された搭乗券をご用意ください。乗り継ぎ担当の係員が自便の搭乗券を確認後、出発ロビーでご案内いたします。またスカイマークではただいまお客様の声1万件達成ありがとうキャンペーンを実施しております。抽選手前100名様にアマゾンギフト券500円分を、さらに10名様にアマゾンギフト券5000円分を贈呈いたします。搭乗券上部のアンケート専用 QR コードをスマートフォンで読み込んでいただき、回答をお願いいたします。皆様、今年も残りわずかとなりました。どうぞ良いお年をお迎えください。今日もスカイマークもご利用いただきましてありがとうございました。皆様、この飛行機はまもなく神戸空港6番ゲートに到着いたします。本日は通常よりも飛行に時間を要しましたため、皆様のご到着までお待たせをいたしました。通常のシートベルト着用サインが消えますので、お座席にお座りのままお待ちください。キャビンクルー、ドアモードをディスアームのに変更してください。